はい、こんにちは。ですね、今日、何もないです。ピーチャーいないです。今日、特にネタがないっていうのは嘘であるんですけど、後ろでピーチャーがなんか、もごもご言ってます。今日ですね、ちょっとあんまり、ちょっと待ってくださいね。すいませんでした。今日餌ですね、フクロウの餌。なんかメス、なんだろう、生きてるのか生きてないのかってあったんで、ちょっと私うずらしか持ってないんですけどね、一応ちょっと餌にやる前のちょっとこういう、ほんとこういうのがうずらのほんと餌なんですね。これが急速冷凍を一気にかけたうずらさんですね。鮮度がいいうずららしいですっていうのは嘘で、私のこのうずら買ったところは急速冷凍多分してないですね。ここたまになんかこう首がないのとか羽がないのとか、なんか加工をしようとしたうずらが入ってたりするんですよね。だからまあペットショップはちゃんとしたところを選びましょう。まあ、そう、本当はこう急速冷凍をしたとこ、したこういううずらさんがあります。これが冷凍うずら未処理ですね。処理済みとかっていうとフクロウさんが食べやすいようにもう処理加工されているものも売ってます。まあ、私はこういう未処理の本当の、死体って言ったら聞こえ悪いんですけど、餌本当にこういう羽もついてますね、首は。これがフクロウさんの餌です。これを今からハサミで切って食べやすいように、まあ、人間が鶏肉を食べやすいようにはほぼ一緒のような風にハサミで切って加工して袋に与える。これが袋の餌です。あとひよこさんとネズミさんもマウスさんもこんな感じであります。これが袋の餌です。これを、まあ、メッセージで生きてるんですかっていうのがあったんで、ちょっと紹介したいと思い、今回動画にさせていただきました。今回は以上になります。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。